留町、北上川沿いの堤防の桜並木留町は宮城県北東部にあった町である。キャッチフレーズは宮城の明治村。古くから宮城県北部の中心として栄えてきた。2005年4月1日に合併により留市となった。俗日本気に遠山村と記され、後の留村と認められる史実があることから円山が豊間の語源とされている。 豊間の原音は、アイヌ語の豊間であり、富町一帯はアイヌが食べたと思われるアルカリ性の白い岩石が多く発掘されている。明治初めの軍区町村編成の時に簡易な読み方として、富が軍名に採用された。そのため、軍名は富、町名は豊間と読むようになった。なお、合併によって誕生したト氏の氏名はトであるが、合併後の旧町名は、 大技の一部となり、そちらの読み方は、豊間である。宮城県北部に位置した町である。町の中央を北上川が流れ、東側が北上山地、西側が田園地帯になっている。町内に鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東日本気仙沼線や津駅。かつては、仙北鉄道が町内を通過し、終点止め駅があった。 キャッチコピーを、宮城の明治村都市、登米市を代表する観光地区として、年間20万人を超える観光客が訪れている。水沢県庁記念館警察資料館、ありがとうございます。